already know Totally Be a Culture! イエーイ！伊勢エビっているじゃない？その伊勢エビなんだけど、鳴き声を上げるんだって Unbelievable！ じゃあまた来週。ご機嫌いかがですか？バニラエースです。お友達の YouTuber、イグラプリスケさんから、荷物が届きましたよ。今回はね、それを開封していきたいと思います。開封に行く前にそもそもの経緯を説明しておくと、イグラさんがご自分の動画の中で、まあ、おなじみのね、ダブりやすいゲームソフトが何本も手に入った場合どうするのか、そういった場合は何とかオフさんに売りに行くよっていうふうにおっしゃっておられたんですよね。で、それを受けて私が、まあ、何とかオフさんに売りに行かなくても私が引き取りますよってコメントしたんですよ。で、井倉さんはですね、そのコメントを、まあ、読んでくださってですね、じゃあとっておきのを作るから1000円で買ってくださいという企画を提案してくださいました。というわけで、今回のこちらの特製福袋なんですけども、1000円で井倉さんから購入したものになります。で、井倉さんご本人は、この中身をですね、まあ、真っ黒袋みたいな言い方をされていらっしゃるんですよね。まあ、それだけね、闇が深い中身になってるんだぞっていうことをおっしゃってるんだと思うんですが、もうそう言われるとね、中身気になっちゃいますよね、逆にね。はい。しかもね、これね、箱ひっくり返すとね、よいしょ。エッチなものは入ってません。本当です。絶対に入っていません。信じてください。絶対入ってるでしょ、これ。こんな書き方したら。めちゃめちゃ期待しちゃいますよ。はい。何が入ってるんでしょうね。エッチなものとは何か。これも見どころですね。はい。それからね、まあ、今回の、まあ、コラボ企画なんですけど、これだけじゃないんですね。まあ、私のこの動画と同時に、イグラさんも、この、特製福袋の作成時の動画を公開します、その動画の中ではこの福袋の中身の半分だけ明らかにされることになっています。で、私の動画の方で全貌が明らかにされるというような計画になっておりますので、両方ね、見ていただくとより楽しめるのではないかなと思います。ということで、ちょっと前置きがね、長くなってしまったんですけど、そろそろ開封いってみましょう。はい、それじゃあね、箱の封印をね、解いていきたいと思います。さあ、一体、エッチなものとは何なのかと、問いたいですね。はい、それじゃあね、ガムテープはね、切りましたんでね、じゃあ、中身を。開けてみていきましょうか。あ、その前に、お手紙が入ってるっぽいですね。ちょっとお手紙を読んでみましょうか。はい。ん？タヌキの絵が描いてます。あ、タを抜けと。暗黒袋の方には、箱節付きのものが入ってるよ。ちゃんと、説明書、まで確認してね。
箱、節、月は最後に見てね。あ、箱節月は最後に見てね。じゃあ暗黒袋はっていうのが後で見るってことですね。はい。で、もう一枚ね、ありますね。はい。イケメン撲滅委員会、入会許可申請書って書いてますね。まあ、ね、やってますもんね、井浦さんね。はい。イケメン撲滅委員会、委員長殿、この申請書により、非、委員会への入会許可を申請します。ということですね。はい。非委員会への入会が許可された場合、イケメンを発見次第、非委員会へ報告することを制約します。その2、非委員会への入会が許可された場合、イケメン撲滅リストに記載されたものを街で発見し次第、うまい棒、かっこ納豆味を抜刀し、すかさずガトツを打ち込むことを制約します。ただし残さず食べ、残さず食べさせるんじゃないですか。自分が食べるんですか、これ。イケメンを発見次第、抜刀し、すかさず自分の口にガトツを打ち込むってことなんですかね。残さず食べるってことなんで。はい。ということで、はい、書きなさいと。許可申請の全国の公園に散っている委員会専用の伝書鳩を発見し、本書面を足に結びつけ、空に放つ方法のみによる、郵送宅配その他一切の発送方法を受け付けない。どうやって伝書鳩見つけよ。どうやって見つけ方を教えて。発見しって言われてもね。まあ、伝書鳩もね、それは公園にいるかもしれないですけど。はい。ということで、まあ、暗黒袋をね、後で開けろってことですね。ちょっともう一回確認しときましょうか。タヌキですね。はい。アライグマじゃないですよ。はい。暗黒袋の方には箱節付きのものが入っているよと。ちゃんと説明書まで確認してねと。箱節付きは最後に見てね。だから、暗黒袋の中には入っているよってことなので、ちょっと待ってよ。まあ、ちょっと、うん。まあ、ちょっと、行ってみましょう、とりあえずね。はい。はい。まあ、順番。あ、ちょっと待ってよ。はい。ちょっと、カメラに映ってね。こういう感じですね。ちょっと、縦と横が、あれになってますけど。1、黒より黒い漆黒袋と、闇より暗い暗黒袋だから、まあ、1、2って書いてくれてますけど、まず漆黒袋の方から確認ってことですね。で、こっちが暗黒袋だから、こっちに箱節付きがついてるということなんでしょうね。で、説明書までちゃんと読んでねっていうことなので、じゃあちょっと、それぞれね、ちょっとこのあたりもね、ノーカットでいきましょうかね。はい。ね。箱節、まあ、1番、まあ、こういうことでしょうね。1番と2番とあるから、1番から見ていけよっていうことだと思いますね。で、暗黒袋の中に入ってある箱節付きが入ってるので、それは最後に見てねと。なんかちょっと破れて、ちょっと出てるけど。まあ、見なかったことにしよう。はい。ということで、黒より黒い漆黒袋を、まあね、開封していきたいと思います。はい、ということで。いきます。カートリッジですね、多分ね。
1個目、こちら、お、ファミコンだ。あ、これちょっと嬉しい。本将棋ですよ。はい、出ました本将棋。内藤九段、将棋秘伝。内藤九段、知らない。知らない。まあ、将棋のソフトですよね。はい。もうそれ以上は何もわからないゲームです。はい。将棋のルールも怪しいもん。よし。なんかいい感じだな。ファミコン嬉しい。めちゃめちゃ嬉しい。じゃあ2本目、ドン。お、超人ウルトラベースボール。カルチャーブレーンですね。はい。いや、これもね、野球ゲームですけど、こう、ちょっと変わり種ですよね。超人、なんかいろんな必殺技みたいなのが出せるゲームだったはずですよね。ちょっとありきたりのゲームじゃないってところは、これは嬉しいですね。しかも持ってない。まあ、買おうと思わなかったっていうのもあるけど。はい。あと、近鉄っぽいですよね。いつも思う。はい、じゃあ、続いて、この袋はあれですね。ファミコンかな？ドン。お、究極張り切りスタジアム平成元年版ですね。よいよ、いいですね。はい。まあ、持ってないという意味では持ってない。これも、ライオンズと見せかけて、実はライオンズじゃないんですよね、多分ね、これね。まあ、この頃のライオンズめちゃくちゃ強いからな。デストラーデとか言いましたよね。確か。いや、違うか。まだいなかったか。はい。じゃ続いてこちら。お、頑張れペナントレース。はい。ガンペナって言われてましたよね。略してね。お、今は懐かしのね、ワンパック小僧のね、チェックシールがついてますね。何が OK なんだと。私はちょっと一回ね、騙されたことがありますからね。中身のソフトが違ったってことがありましたからね。はい。あれは本当ね、やられましたね。お前らは一体何をチェックしてるんだと。小一時間問い詰めたかったです。じゃあ続いてドン。はい。あ、おう、ベストプレイプロ野球2。はい。これもよ、あ、でもこれって確か普通の野球ゲームじゃないんですよね。シミュレーションって書いてあるから、確か監督目線のゲームじゃなかったかな。案外ね、こういうの面白いかもしれませんよ、やり込んだら。野球別に私ね、見るの嫌いじゃないですからね。はい。よいよいよ、いいっすよ。はい。まあ、レトロフリーカーあるから、ね、バックアップの電池が切れても遊べますしね。はい。ということで、ベストプレイプロ野球2。いいなぁ。ファミコン上がるな、やっぱり。じゃあ、続いては、こちら。F1 レース。基本ですね。これはもうね、名作中の名作ですよ。まあ、いろいろ、おう。あ、大内美希。女の子が持ってたんですね、多分ね。いや、珍しい。ファミコンって僕らの世代で、女の子やってなかったから、全然。結構、だから、美希ちゃんありがとう。君の F1 レースは僕のところに来たよ。いつか君の元へ電書鳩を使って届けてあげるよ。いらんわな。さすがにもういらんわな。多分もうミキちゃんもね、かなりええ年だと思いますからね。はい。じゃあ続いては、こちら。サッカー来ました。まあ緑色のカセットって言えばね、サッカーか麻雀なんですよ。で、正直私麻雀のルールがね、分かってないんで、まあ、サッカーはかなり嬉しい。一応ね、岡山にもチームがありますので、プロチームがね。私サポーターやってますんでね。はい。これは嬉しい。はい。これもでもね、結構いいゲームだと思うんですよ。よくできたゲームですよ、サッカーは。見逃されてるだけ。その価値に気づかされてないだけって感じ。じゃあ、続いてはこちら。サッカー。色あせてるサッカー。しかもなんか、テープの剥がし跡のあるサッカー。いいですね。サッカー大好きだからいいですよ。この辺はでもね、あれですよ。必殺ジッポーオイルで、綺麗になるはずですよ。これ。あ、なんか、ゆうこ？あ、これも、ゆうこですよ。小倉ゆうこが持ったんですかね、もしかして。
ゆうこりん。はい。ゆうこの名前がね、きっと貼ってあったんでしょうね。はい。ゆうこはサッカー好きだということが今わかりました。こちら、漆黒袋最後かな、これが。よいしょ、サッカー3連発。ありがとうございます。めっちゃ期待してました、これ。めっちゃ期待してた。もうサッカーじゃなかったらもう、何してやろうかなと思ったぐらいですかね。イグラさんの実家に乗り込んでやろうかなと思ったぐらいなので、よかった。サッカーで落としてくれてよかった。でもこれは名前書いてないですね。はい。よー。サッカーはね、別にそんな悪いゲームじゃないですよ。みんな外れ枠だと言いますけど、まあ、私もそんなには遊ばないですけど、サッカーはね、そんなに悪いゲームではないと思います。よくできたゲームですよ、これ。子供の頃はね、結構サッカーはね、なんていうんですかね、結構人気の高いゲームの一つだったんですよ、私の。F1 レースもね、サッカーもね、あとエキサイトバイクなんかも、まあスポーツ系ですけど、かなり人気高かったんで、めちゃめちゃ嬉しい。予想外の反応してるかもしれませんけど、私は全然構わない。はい。ということでね、丸1、黒より黒い漆黒袋でした。これはね、ファミコンなんでね、まあ、相当上がりましたね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてね、こちらの闇より暗い暗黒袋行ってみたいと思います。はい、この中にはね、箱節付きのものが入っているようですね。で、箱節付きのものは最後に見てねということなので、ちょっとこれもね、気をつけて開けていかないといけないですね。手裏また面白いな、これ。面白いじゃないか。なんかこういうことになったよね。はい。はい。なんか、こういう形で、分けてくれてますね。ちょっと、じゃあ、これは最後に。ちょっと確認するとして。あ、これもカートリッジが入ってるっぽいな。よいしょ。すいませんね、ガシャガシャ言ってね。中をね、やっぱりこう、わからないようにやらないとね、やっぱりね、ダメかと思うので。よいしょ。で、多分中でまた梱包をね、してくれてるんですよね。よいしょ。まあ、この辺はね、あえてノーカットでね、やっていきたいと思います。じゃないと私がね、ズルして、中身分かった状態で、あ、いけた。リアクションしてると思われるのも嫌なんで。じゃあ行ってみましょう。あ、こっちだ。あ、これ違うな。逆になってるな。はい、作戦変更ですね。どうしようかな。じゃあ、手前が、あれなので、じゃあ行ってみます。ドンドンよっ、おファミリースタジアム、まあ、初代ですね。はい、また野球で来ましたね。はい。はい。まあ、これも、めちゃくちゃ、なんだ、何書いてあるんだ。86年って書いてますね。ありがとうございます。確かにね、いっぱい持ってたんでしょうね。87年が、ここにシール貼ってあるだけなんですよ、87って。で、見分けるのが確かにね、ちょっと難しいので、まあ、それでわざわざここにね、あ、見えるかな ?86 年って書いたんでしょうね。しかも、シャーペンかな、これな。まあ、別に全然構わないです。はい。まあ、何の影響もないです。私の心に何の微動だにしませんね、これは。じゃあ、続いてこちら、ドン。おー、ほほほほ。あ、今度87年で来たんだ。しかも、さっき言ってたシールがこれなんですよ。パッケージがね、同じなんですよ、これ。比べましょうか。
これ86年ね。こっちが86年。で、こっち87年ね。はい。同じ。シール貼ってあるだけ。はい。という違いなんですよ。はい。まあ、裏はね、あ、裏も同じなのか。あ、裏はちょっと文言がね、同じだ。ちゃんと比べたことなかったからわからんかったけど。同じや。はい。ということで、本当にシール貼ってるだけだな。はい。しかも剥がれかけてるし。遊んだやな。うん、めっちゃ遊んだやな。うん、わかる、わかるで。はい。ということで、87年。ということは、次はあれかな。よっこいしょ。お、違う。ベースボール。しかもなんだこの変色の仕方。これ裏見た方がいいですよね、これね。いい感じですね、これね。いつも思うんだけど、どうやったらこういう変色の仕方するの、これ。ね。多分まあ、カートリッジを本体に差し込んだままで、保管してたっていうか、ことなんでしょうね。うん。何汚れになるのかしらね。汚れというか変色なんだけど。はい。ゲームの内容に全く触れてない。はい。まあ、ベースボールもね、よくできたゲームなんですよ。守備は自動ですけどね。はい。ああ、ぼやけてる、ぼやけてる。まあ、今ね、野球攻めされてますね。よいしょ。じゃあ、続いてはこちらだ。ん？小田和正。あ、違う。小田切くん？はい。何やろな、この色。あ、何やったっけ、この色。アイスクライマー？違うな。あ、ゴルフか。なるほどね。そっかそっか、ゴルフか。アイスクライマーだったら喜んでたけどな。あ、いやいや、ゴルフでも嬉しいんですよ。はい。しかもね、いい感じに汚れてますね。薄汚れてますね、これはね。はい。小田切くんも遊んだな、これは。はい。ゴルフもね、めちゃめちゃ名作ですよ。もうこのシステムが未だに踏襲されてるんですかね、基本的には。よくだから作ったんですよ、これは。いいゲームですよ。はい。なんか負け惜しみ言ってるみたい。じゃあ続いてこちら。お？あ、また87年が出てきた。ごめんなさい、もしかしてこれね、順番が入れ替わって私取っちゃったかもしれないですけど、シール貼ってるなぁ。またいっぱい貼ってるなぁ。いいなぁ、この、ナムコのカセットって、こうシールがいっぱいついてるんですよ。で、使わないやつが出てきたりするんで、もったいないから全部貼っちゃえみたいな、そういうことなんでしょうね。はい。いいですよ、こういうね、物を無駄にしない気持ちいいですよ。はい。もったいないっていうね、世界でも認められた言葉ですからね。はい。ということで、87年度版また出てきました。いや、クロマティとかね、いたんですよ。多分この頃ね。原さんとかクロマティとかね、駒田とかいたんですよ。なんで巨人ばっかりやねん。他のチームがあんま分かってないから。北別府とかいたね。多分ね。うん。なんでいきなりカープやねん。まあ、それはまあ置いときましょう。はい。じゃあ続いてこちら、ゴルフ！ホールインワン！はい、ということで、いいですね。攻められてますね、私はね。いや、でも嬉しいですよ。ゴルフはね、何本あってもいいですよ。負け惜しみじゃないけど、これはね、本当に声を大にしていて、めちゃくちゃ面白い。ちゃんと、ルールが分かれば、めちゃくちゃ面白い。シンプルすぎて、BGM がないとか、まあ、いろいろ問題点はあるのかもしれませんが、まあ、BGM なんて、自分が歌やいいんですよ。鼻歌歌ってりゃいいんですよ。それか、もしくは自分の iPhone とかスマホで、なんか流しちゃいいんですよ。ね、BGM を自分で選べると思えば、いいじゃないですか。それで。はい。ということで、ゴルフ。いいラインナップじゃないですか。めちゃめちゃ私は今、球技に持て遊ばれてますよ。じゃあ最後ね、
裸カートリッジ最後。あ、じゃないわ。ごめん。ごめん、イグラさん。もう一個あった。先にこっちかな。ドン。おう、キウチ。ちょっと一瞬キウイって読みそうになったわ。キウチくん、な。ありがとな。ありがとな。すげえな。スーパーゴルフ。スーパーマリオブラザーズ。ゴルフ。どっちやねん、お前。な。マリオかゴルフかどっちかにせえや。で、この絵は何やねんな、これは。富士山か。なんやこれ、なんやこれ、おもろいやんけ、最高これ。ちょっとこれはあくまでもゴルフって書いてある。でもスーパーマリオブラザーズって書いたんやろ。キウチ、ちょっとキムチにも似てるな、キウチってな、うん、あとこの汚れは何、焼いた？焼いた？根性焼きした？もう、キウチ。何しとんねん、お前。おもろいわ。これは宝物になりますね。これちょっと飾りたい。もうここまで遊んだら、本望やろ、ほんま。このシールの、なんていうんですかね、このネチョネチョも取らずに、直に、マジックで書くっていうね。これはどうなんだよ。おもろいやんけ。はい。ということで、キウチくんの焼けただれたスーパーゴルフでした。ごめん、これ落ちだったのかな？ごめん。ちょっとごめん、イグラさん。じゃあ、最後の一本ね。最後の一本ね。はい。じゃあ、裸ソフト、最後、これ。あ、スーパーリアルベースボール。あ、ごめん。本当にごめん。落ち最初に一個前に持ってきたかもしれない。ごめん。いや、これはね、なんかあんまやった記憶ないんだけど、こないだたまたまちょっと遊んでみたんですよ。なんかね、難しいゲームだった。なんか、すごいなんか、まあリアルを追求してるからなのかもしれませんけど、なんかね、なんかバッターのそのスイングがなんかおかしいんですよ。なんかね、押し込み方、なのかな、なんかうまい具合にスイングできないんですよね。なんかそれがねちょっと違和感あって、あの数分でやめました。はい。ということで、スーパーリアルベースボールでした。はい。ということで、あとはもう残すね、闇より暗い暗黒袋ですかね。はいはい。じゃ最後にね、その残ってた、これですよね。はい。箱節付きが入ってるということなんですよね、この中に。で、説明書までちゃんと読んでね、ということなので。さあ。あ、ちょっと待ってよ。うん。あ、こっちから開けるの、ね、ちょっと上下逆かもしれない。私は左利きだからね。まあ、それは、ごめんなさい。上下逆になってるかもしれない。じゃあ、オープン！あ、裏で逆っていうね。はい、ということで、ファミリースタジアム87年度版出てきました。いや、でも箱節付きだったら俺嬉しいの。持ってないんですよ。なんだかんだ言って、まあ、ファミスターいっぱい持ってますけど、というかファミコンいっぱい持ってますけど、私ね、あんまり箱節付きを持ってない。もう子供の頃から、裸ソフトばっかり買ってるんで、やっぱ嬉しいね。これをもらえるっていうのはね。はい。ということで、ちょっと中ね、開けちゃいましょう。はい。まずはね、まあ、あ、綺麗だな。状態めちゃいい。あ、でも後ろ貼ってるな。まあ、でもこれはね、物を無駄にしない、ね、もったいない精神なんで、これはいいですね。で、なんかなんだ、なんかまあいろいろ付属物もちゃんとついてるような感じですね。
はい、ナムコのね、インフォメーション。なんか見えましたね、今ね。まあ、気を取り直してね。どうしようかな。よっと。なんか最後の最後に見た方が、イグラさん的にもいいかな。ナムコットインフォメーションですね。これ入ってるの嬉しいですよ。かなり嬉しい。この広告が、実はかなり価値があると思いますね。スターウォーズですよ。スターウォーズナムコから出てたんですよ。サソリベーダーとか出てきますからね。そんなやつ映画に出てこねえだろうってね。ファミリーテニス。ファミリーサーキット、カルノフ。ね。すごいですよね、カルノフね。ムキムキマッチョの兄貴がですね、主人公のゲーム。なかなかないですね。で、ハードケースシリーズラインナップ。あー、リョーマくんあったな。うちにもあったわ。あ、ワギャン。ね、ワギャンももともとこの、あのキャラクターなんですよね。なんかおもちゃのキャラクターなんですよね。うん、ゲームのキャラクターだとね、思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、まあ、これはちょっとね、ちょっと見なかったことにしようかな。はい。はい。ということで、87年度版の取扱説明書ですね。はい。結構ね、使い込まれてるけど、いいですね。やっぱりね、箱節付きの良さっていうのは、私はなんか最近ほんと後悔してるんですよ。10本ね、無駄に使うぐらいだったらね、うん、そのお金でね、箱節付きを1個買っとけばよかったかなっていう気持ちもある。はい。いや、だからこういうのはね、嬉しい、ほんと。いや、ゴルフとかベースボールもね、箱節付きだったら全然ウェルカムですしね。はい。じゃあ、これでね、開封の方をね、全部、って言ったら怒るよね。これ見ないとね。なんか書いてるな、なんか書いてるな。なんか開けるの怖えな。なんか、殴られるんじゃねえかな。あやちゃんに殴られるんじゃねえ。どうしよう、どう開けよう。どう開けるのがいいんだろう。よいしょ。はい。これで終わりですか。いや、まださね、鍵はドライバー。え、この段ボール箱は二重底になってるよ。それがデスノートのパクリでねえか。僕は新世界の神になる。やめろやめろ。ちょっと待って。ちょっと お待ちなさい。段ボール箱は二重底になってるよということで、ちょっと急遽ね、箱を用意しましょう。はい。衝撃のね、事実。箱の底が二重底になっているということで、今調べたらね、確かに二重底になってる。なんかね、わかりづらいと思うんですけど、不自然にここね、隙間が空いてるでしょ？ここね。なんか隠されてるみたいですね。ちょっと開けてみましょう。で、ちょっとね、ドライバーないんでね、このダンちゃんで、こじや、ちょっとこれ、今、あ、ちょっと、あ、ダメだ。ちょっと、指でいこう。オープン！ドン！1個とか2個とかだと思ったんだけど、なんかめちゃめちゃ入ってるな、これ。ちょっと、いろいろと、確認をしてみましょう。なんか、とどめってのがありますね。なんか、何これ、裏ラベルが残念。はい。いやー、ちょっとこれ嫌な予感がしてるな、これ。これ赤いやつでしょ、多分。赤いのでしょ。やべえよ。動画ファイル一家って書いてるんだけど、ちょっと、わかりました。これはちょっと、あと、編集の時にね、ちょっと世に出せるのかどうか、
世に出せるものなのかどうかをちょっと確認してからにしますね。はい。無謀なことはしませんからね、私は。自分のチャンネルがバンになるようなことだけはしませんからね。ちゃんとできるものであれば、世に出しますから。はい。じゃ動画ファイルは、後ほどということで、出せないものだったら出せませんでしたって形になるとは思いますけど、はい。ということで、計、多分ね、ファミコンソフトだと思われるものが、なんかすげえ。1位、裏ラベルが残念。2位が、このなんか宇宙人みたいなね、ことが書いてあるものですけど、ちょっと私は読めてますね。で、3はとどめらしいです。いやーもうまずいって、井浦さん、もうこれは、これ3つも、それはちょっとあれですわ。もう私もちょっとちょっといろいろ考えないといけないことがあるんで。いや。いやもう、楽しみなんだけど、ちょっと怖いね。めちゃめちゃ嬉しいけど。じゃあ、とりあえず、裏ラベルが残念。1、裏ラベルが残念からいきましょうか。あ、これ、封がしてある?あ、封はしてない。はい。あ、はい。私が左利きなんでね、ちょっと、ご勘弁ください。ね、ちゃんと、こうですね。ちょっと見えちゃった。見えちゃった。ということで、ドン!お!これは私欲しかったやつだわ。これ RPG じゃなかったっけ?ちょっと、個性的な、百鬼夜行っていうね、やつですよね。はい。これ、そこそこしますよ。うん、そこそこする。じゃあ、裏ラベル。おー、カメレオンクラー。カメロンクラブのね、シールが貼ってあることよりも、このなんだ、この値札シールか。こっちの方が私残念だな。このなんかゲーム屋さんのシールとかって、あえてこういうの集めてる方いらっしゃいますよね。で、私も結構これね、もう逆に手に入りにくいかもしれないんで、面白いなと思ってるんで、これ全然ありですね。はい、めちゃくちゃ嬉しいです、これ。ありがとうございます。とりあえず1本目ね、裏ラベル残念ですね。はい。じゃあもうこれ、もうだってこれ赤いやつでしょ、これ。赤いのでしょ ?2 だから。そうそうそう。2ですもん、あれも。2って書いてあった。確か。2って書いてあるゲームだったはずなんで。でんでん。でん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 とか言いながらね、まずいよとか言いながらね、テンション上がってるんですよね。また見えた。もうちょっとずつやろうとしたのに、もう分かりましたね。はい、ということでドーン。あかんって、もうこれもめっちゃ高いソフトじゃないですか。もう高額ソフトだから、あかんってもうな、赤いやつですよ、これ。この絵を描かれてたわけですね。このレッドアリマの顔ですね。あ、もう、ね、これ2でレッドアリマということで、レッドアリマ2ということでね、合わせたわけですね。はい。これ内容的には、ゲームボーイの続きなんですか?なんか、移植みたいな感じじゃなかったですけどね。はい。もう硬派なゲームですよ。やっぱり、レッドアリーマっていうだけあってね。ただね、相当面白いゲーム。ゲーム内容はかなり評価されてます。で、しかもね、92年に発売されてるということもあって、やっぱりね、希少価値の高い、ゲームになっているということですね。はい。ということで、2本目、レッドアリーマ2でした。やばいって。これがとどめじゃねえんだもん、だって。
これよりもすごいのが出てくるってことでしょ。だってダメだって、ほんとイグラさん。私はあのコメントではね、羨ましいとか書くやつですけど、はい、いやマジでやばいって、やばすぎる。いやもうレッドアリーマーが出てきたらそれがもうとどめでしょ本当はね。ちょっとこれね、うまい具合に出さないとまた全部見えちゃうからね。でも全然想像がつかない。最後のソフト何なんだろうな。なんかちょっとデカめなんだよ。なかなかちょっと出てこないな。なんかこの封筒にちょっとぴったりくっついてる感じになっちゃう。まあですね。あ、破れてる。ナムコっぽい。あ、見えちゃった。とどめ。はい。ありがとうございます。よかった。めっちゃよかった。めっちゃよかったわ。ファミスタやったわ。よかった。もうめっちゃ怖かったわ。いや、まあ、てか、もう十分ですけど。よかった。ファミスタでよかった。もうこんなんもう、スノーブラザーズとか送られてきたらどうしようかなと思ってましたからね。劣化とか送られてきたら、ちょっともう本当に心臓止まると思いますからね。よかった、ファミスタで。ありがとうございます。めちゃくちゃ楽しい開封ですね。はい。まあ、ただ、あとね、ちょっと怖いのがありますからね。これ何なんだろうな、これ。これ何なんだろうな。これ DVD なんですかね。うん、ちょっとまずいんじゃないかな。これ出していいのかな、本当に。うわ、怖いわ。まあ、ちょっとね、後で確認をしてから。チーンみたいになるかもしれません。出せませんでしたみたいなね、なるかもしれないですけどね。はい、ということでこれはね後ほどということで、はいはい、それではね、こちらの謎の動画ファイル中身の検証をねしてみたいと思います。中国山地と瀬戸内海の狭間の場所、岡山県。うん、やっぱりファミコンソフトはいいですね。え、そんな古臭いもののどこがいいんですか？そりゃ我々の世代にとってのファミコンは子供の頃の思い出がたくさんに。で、あやちゃんが なぜここに？岡山って名物の美味しいものがたくさんあるって聞いたんですよ。だからバニラエースさんにご馳走してもらおうと思って。だからの使い方がおかしくはないですか？あ、いやでもせっかく来ていただいたのでいいですよ。岡山の美味しいもの、私があやちゃんにご馳走しますよ。わあ嬉しい。私事前に調べてきたんですよ。私ここに行きたいです。新西大寺長沙寺駅の近くの肉懐石つむぎっていうお店。ちょっと待って、あやちゃん。確かそこ高級な懐石のお店、岡山の名物とはあまり関係ないですよ。津山ホルモンうどんとか牡蠣お好み焼きとか、どっちかっていうとそっちが名物。さあ行きましょう。わあ、ちょっとあやちゃん、この子井村さんの動画で見た通り全然人の話聞いてませんよ。あー美味しかった。ごちそうさまでした。私の財布から万札が飛んでった。ごちそうになったお礼にバニラエースさんが行きたい場所どこでも付き合いますよ。え、あ、そうですか。あ、ではちょうど今日ゲームインパクトさんが来てるんですよ。そこに付き合ってくれると嬉しいです。すごく嫌だわ。あの青髪ロングのおじさんのせいでゲームにはうんざりしてるんですよ。さっきどこでも付き合ってくれるって言いましたよね。井倉さん毎回こんな感じであやちゃんと一緒に動画こなしてるんですか。すげえな、あの人。ゲームインパクト会場、ネスモス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 、ブデラー。回しすぎです。品切れになっちゃいますよ。あやちゃんのグーパンチ思ったよりも重。井村さん毎回こんなパンチ受けてるんですか？ああ、いやでもそうですね。一人で回しすぎは確かに周りの目も気になるところです。それに、ネスモスで高額ソフト出てきた試しがないじゃないですか。だからやめましょうね。いや、ネスモスは何が出てくるのかわからないのが面白いのであって。別に高額ソフトを狙ってるわけじゃ。で、これは確かに井村さんに同情できますね。何か言いました？いえ、何も。30分後。はあ、結局、ネスモス、高額なものは入ってませんでしたね。そうですね。でも、ファミコンのアルゴスの戦士とか、ゲームボーイの熱血紅白におくんとか、私にとっては、当たりが入っていて、面白かったですよ。そうですか。それは良かったですね。さて、動画の尺が長くなっちゃうので、そろそろ帰りますね。動画の尺って、
でも楽しかったです。ぜひまた遊びに来てくださいね。わかりました。じゃあその時はもっと高級なお店に連れて行ってもらうために、バニラエースさんが持ってるレアソフト、ファミコンのアバドックスとアテナとゴッドスレイヤーとマイティファイナルファイトとロックマンを売っておいてくださいね。いやちょっとあやちゃん、それはさすがに、ってもう見えない。こうして穏やかなはずの瀬戸内の海に波を立てながら一陣の風は去っていったのであった。これはイグラさんも大変だな。はい、謎の動画ファイルをですねご覧いただいたんですけれども、かなり面白かったですね。ネスボス回してる時ってね、ほんとあんな感じなんですよ私ね。どっかで見られてたんじゃないかなって思いました。あとそれからね、あやちゃんにぶん殴られてましたね。ブメラーっつってね、これは結構私ね嬉しかったですね。変な性癖あるわけじゃなくて、他の配信者さんもこう井浦さんのね、アニメパートに出たりするんだけど、殴られてブベラって言ってるの私ぐらいじゃないですか。これは相当光栄なことですよ。だからねめちゃくちゃ嬉しかった。てかもうこの動画がねもうめちゃくちゃ嬉しいですけどね。いや、ご自分の動画でも大変なのに、その合間を縫ってね作ってくださったんだなっていうのでね、もう純粋にね感動してます。いやいやいや、もうほんと今回のね開封はね楽しいですね。いい意味で期待をねどんどん裏切ってくれるイグラさんの、特製福袋だったですね。もう二重底も驚きましたけど、その後のこの動画もねさらに驚きましたよね。はい、いやほんとねイグラさん、楽しい福袋を送ってくださいましてありがとうございました。いやこれね何か返ししたいですね。ちょっとここまで楽しませてもらったら、ちょっと私もちょっと黙っていられないんで、なんかさせてください。はい。ということでね、今回は、イグラプリスケさんから送っていただきました、特製福袋の開封をやってみました。そのね、イグラプリスケさんなんですけれども、任天堂 DS とファミコンのおもちゃ箱、イグラプリスケの部屋というね、チャンネルをやっていらっしゃいます。すごくね、楽しい動画を作っていらっしゃいますので、ぜひぜひね、ご覧の皆さんもですね、イグラさんのチャンネルの方に遊びに行っていただいて、動画を見てチャンネル登録していただけたらなと思います。イグラさんのね、チャンネルへのリンクは概要欄に貼っておきますのでね、ぜひぜひよろしくお願いをいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。では次回の動画、次回の配信でお会いしましょう。バイなら。